こんにちは、スポーツメンタルトレーナーの谷地です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は我が母校阿南第二中学校の上の桜並木に来てみました。天気がすごく良くてね、ちょっと黄砂が混じってますけど、雨より全然いいんで、素晴らしい桜を見させていただいております。今日はですね、モデリングについてお話ししたいと思います。いろんなね、桜というか花が咲いてるんですよね。これはみんな桜なんでしょうかな、何の花かよく分かりませんけど、花にはあまり詳しくないんですけどね、まあ、こういう感じで、すごいですよね。ちょっとカメラ変えてみましょうか。はい、こういう感じでですね、いろんな花が咲いています。すごく綺麗ですよね。これなんかは、ピンク色ですね。でこっちに行ってみると、また違うピンク、濃いピンクっていうんですか、こういう花が咲いていますね。色とりどりですね。でこれはまあソメイヨシノでしょうか、一番有名な桜。はい、で桜がね、ひらひらって散っていくのがすごく綺麗ですよね。はい、まあこれは1年に1回しか見れないんで、はい、今日はここからね、スポーツメンタルトレーナーとしてちょっとずつね、お話していきたいと思います。この前はですね、呼吸法についてね、お話ししました。深呼吸をして、心を落ち着かそうという話でしたね。はい、今日はですね、センタリングっていう手法があります。これは集中力を高めるためにやる動作なんですけど、聖火丹田って言って、ここのおへそのちょっと下ぐらいに集中するわけです。ここに一気にこう集中して目をつぶって、ここに全部おへその下の聖火丹田に集中します。そうすると上半身の力が抜け、リラックスできます。はい、ということで、どっか一点に集中させることで、集中力が増してきます。ぜひねやってもらいたいと思います。聖火丹田、お腹、おへそのちょっと下あたりを押さえてもらったら分かると思うんですけど、この辺に、集中してですね、試合前とかに深呼吸して臨んでみてください。はい、はい、まあ、桜を見ながらですね、ちょっとお話ししたいと思います。今日はね、モデリングっていうお話をしたいと思います。モデリングって何でしょうっていうことで、モデリングっていうのは、自分が憧れている選手、なりたい選手をイメージして、その選手になりきって練習をして、練習をしたり試合に臨んだりすることです。例えばゴルフでしたら、タイガー・ウッズ選手になりきって練習をしてみる、パッティングをしてみる、アプローチをしてみる、ドライバーを打ってみる、まあ、日本選手でしたら石川遼君になりきってみる、松山選手になりきってみる、自分がね、こうなりたい、憧れの選手でも構いません。まあ、サッカーでしたら本田圭佑選手になりたいとか、僕らの時代でしたら三浦和義選手、カズですね、カズになりきってサッカーするとか、テニスでしたら錦織圭選手とか、今でしたら大坂なおみ選手ね、野球でしたら、そうですね、僕たちの時代でしたら、有名なね、誰だろう、イチローとか松井とか、そういうことですよね。その選手になりきって、練習をやって、やったらどうなるかっていうのをモデリングって言います。はい、ということで、今日はモデリングの手法、皆さんもやってるかも分かりませんけども、必ず誰かね、一人決めて、その人になりきって行動をするっていうのがすごく大事なんで、やってみてください。ちなみに私はね、誰かな、僕はやっぱりね、石川遼選手が大好きなんで、石川遼選手っていうのは、すごくね、凛としてますし、花がありますよね。そしてメディアに対しての受け答えもはっきり、しっかりしていますし、笑顔も素晴らしいですしね、人の悪口は決して言いません。僕もそういう選手になりたいですね。でやっぱり、花がある選手っていうのは僕は大好きなんで、そこをすごくね研究しています。まあ、ウェア一つにしても、所作一つにしてもですね、言動一つにしても、その選手がどのようにやっているのか、そして練習方法はどのようにしているのか、最近ではこの YouTube っていうのがありますんで、その人のプライベートとか練習方法、考え方なんとはもうすごく発信してますんで、ぜひね、そういう選手を決めてですね、
いろいろ研究して自分に取り入れてやってみてください。今日は、憧れの選手、こうなりたい選手になりきって行動をするモデリングっていう手法をお話ししました。ちょっとでもね、この話が参考になればと思いまして、スポーツ一生懸命されている子どもさんから、まあ、お年寄りまで全ての方に共通するので、ぜひやってみてください。いよいよ3月も今日で終わりですね。明日から4月なんで本格的な、春がやってまいりました。スポーツね、一生懸命やっている方、今甲子園も明日かな、もう決勝戦になります。本当にね、スポーツで頑張っている人ね、メンタル大事ですんでね、僕の動画見てちょっとでも参考になればと思います。こっちに見えてるのはね、阿南第二中学校、僕の母校ですね。ここでは野球部に、入っていましたね。もうその時はね、野球が嫌で嫌でね、もう練習がきつくて先輩が怖くて、もう嫌で嫌でやってました。やっぱり嫌々やってると結果ってなかなか出ないですよね。ですからね、次回はね、そのどのようにね、心を持っていけばいいのかっていうお話させていただきますんで、またご期待ください。はい、それではね、またスポーツこれからいい季節になってきますんで、いろんなスポーツ頑張っている人、また、どっかでお会いできたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。じゃあね。